しみや、清原和博の薬物逮捕が報じられ、世間に激震が走った。各界から、信じられない、といった声が聞こえているが、それはあくまで建前であり、業界人は皆一様に、やっと逮捕か、と納得しているようだ。初めて週刊誌に薬物疑惑が報じられたのは2014年、警視庁はこれ以前から内定を進めていたと言われるが、実際には現役時代から、清原には薬物使用の噂が囁かれていたという。清原の薬物疑惑は、14年3月の、週刊文春、文藝春秋をきっかけに広まったものの、所属事務所はこれを完全否定し、清原本人が釈明する様子を、フライデー、講談社が報じるという展開に。さらに昨年出演した、ダウンタウンなうすぷ、フジテレビ系、では、浜田雅俊から、薬やってるの?と直球の質問をされたが、ないです、と否定していた。芸能界で関わっていた人間の中には、清原を信じていた者もいたかもしれませんが、少なくともマスコミ各社の間では、清原が薬をやっているのは、噂どころではなく常識でした。特にここ1年の間では、警察筋からの逮捕情報が何度も流れていましたが、使用疑惑に関しては、それこそ10年近くも前から関係者の間で話題になっていました。週刊誌記者?清原は1986年の西武ライオンズに入団、その後読売ジャイアンツ、オリックス、バファローズへと移籍し、08年に現役引退している。特に、現役時代後半は常に怪我に悩まされていた清原ですが、07年の左膝の故障が引退の直接的な原因に。その時期、ファン記者の中には、清原が炙りを言っている現場に鉢合わせた、という話まで出ていたんです。本人が言うには、これがないと膝の痛みが収まらない、そうで、当時は球界を代表するスターだったこともあり、情報は隠され続けました。どう?薬物使用の目撃情報が0708年頃のものだとすると、清原の薬物使用は8年前後にも及ぶということとなり、10年近く使用していたことも十分考えられる。どう?という。清原は取り調べに対し、覚醒剤は、私のものに間違いありません、と認めているというが、果たして使用歴についてはどのように説明するのだろうか?